こんばんは。アンチヒーロー第7話見たので感想と考察でございます。いやー、なんかびっくりしましたね。この瀬古なんですけど、瀬古がですね、今回でね、失脚するということでね、あと1話かには瀬古で引っ張るっていうかね、そんな簡単にはね、瀬古がね失脚しないかと思ってたら、まあ今回のね話でね、一気にね、瀬古失脚で弾劾裁判というね、珍しい形、弾劾裁判ってあんまり行われてないっていうようなねことだったんですけども、まあ富田とね、ずっと組んでいたっていうことで、富田がね、まあこう差し違えてでも、瀬古もってね感じでね、富田がまあね秋泉に乗せられてというかね、そういう感じになりましたよね。で、今回のドラマで判明したことなんですけど、まあ考察勢の方も私を含めてまあ当たったんですけど、清水の娘がさやで確定しましたね。牧野さやなんですけど、清水の娘だということが確定しました。で、篠宮がですね、勝手にですね、まあ資料をね、手に取って、見てたんですけど、でそこにはなんか封筒があってですね、秋泉くんへというような封筒があって、その封筒はまあ開けてみなかったんですけどね、見なかったんですよ。それをまあそのままだったらこう開けてみたのかもしれないけど、青山が後ろから話しかけたからね、何してるんですかみたいにハッとしてね、なんか落としちゃったみたいな感じでね。ただ青山から話を聞くことになるのかもしれないっていうか、青山の方が事情を知ってるでしょうみたいなところはありますから、まあ篠宮はね、とか赤峰は別に、秋泉を裏切ろうとか、そういうのはないですよね。ただ知りたいだけ、真実を知りたいだけっていうところだとは思うんですけどね。はい。で、まあ、瀬古が弾劾裁判で富田が自首ということで、まあ、崩れ去りましたね。うん。うまくね、人の心理をね、利用したっていう、まあ、都合よく進みすぎたけどもね。要するに富田を不安な気持ちにさせて、要するに富田の、秘書だった、小杉が裏切ったと、まあ実際裏切ったけどね、うん、風崎の方の秘書になったっていうかね、うん、そういうのでそうやってこうね不安にさせて、富田がね告発するような感じの展開に持ち込んだということで差し違えてしまったと。で今のところ、まあ、風崎がねこういい思いして笑ってるけど、風崎もこのままでは済まないでしょうね。うん。はい。で、緑川もね、緑川は瀬古のことをなんか尊敬してるようなね感じだったけど、まあね、緑川も、まあ、最終的にはまあ伊達原が上司だけども伊達原を追及するような感じになるのかと。あとまあこの若手検事は伊達原の言うことを聞いて動いてるだけですよね。これはね、指示に従ってるだけですね。はい。まあこの菊池大輝が見張ってるからって、それを知った上でね、秋泉はね、自分の事務所に富田の秘書を呼んだということだったという、それも計算済みだったみたいなねところはありましたよね。はい。で、桃瀬玲子の正体はまだ不明ですね。桃瀬玲子とまあ秋泉の関係性、まあ恋人だったみたいな感じですかね。だから桃瀬玲子は牧野さやの、まあ、お母さんではないかなって感じですよね。うん。お母さんだったら、お母さんよって、僕のね、犬のさ、この仁科さんが言ったでしょうからね。うん。なのでそれはない、消えたかなってとこですよね。はい。で、一気にね冤罪事件が解決しましたよね。松永と沢原の、事件はね無罪ですね。松永はね、富田の息子がまあ犯人だったということでね。はい。これは、片付いたと。で、沢原の、無罪も、まあ、証明というかね、されたということでね、瀬古がね、有罪にしてたってことでね、はい、これは片付きましたし、で、沢原はですね、新聞にね、記事書いたりとか、マスコミを使ってね、清水が冤罪だということで、再審請求に持ち込むように協力してくれたと、まあ、こういう展開になりましたね。はい。で、まあ、今のところ風崎と、この上田ですけどね、彼らは今のところはまあ無事ですけども、彼らもまあ裁かれる時は来るでしょう。
ね、あのワニズの役やった人ね、はい、まあ、なるでしょうというところですよね、はい。まあ、あとね、これはね、考察してる人もね迷ってると思うんですよ。檜山は社長を殺したのか殺してないのかと、これがね謎ですよね、うん。で、あと清水がなぜ再審請求したがらないのかっていう、諦めてるだけなのか、それとも例えば脅されてるのかとかね、なんかね、あの別のなんか漫画とかで、なんかね死刑囚がね、死刑囚のまま、実は無実なのに死刑囚で死んでいったと。で、それはなぜかというとね、自分のね、まあ、妹かな、自分が死刑囚だっていうことで、まあ、死刑にならないと妹が狙われるとか、なんかそういうので無実なのに、あの死刑囚で再審請求とか冤罪だとかいうことは言わずに、もう結局死刑執行されたって、そういう漫画が確かあったんですよね。キラキラ光るって漫画の原作者で、そういう作品が確か森の朝顔だっけ、なんかそういうのあったんですよね。だからそういうふうに、認めないと、ね、要するに清水はね罪を認めてね、こう刑務所に入ってないと娘襲うぞとかさ、要するに娘殺すぞとかさ、そういうふうに脅されてるとかさ、なんで最近再審請求したがらないのかって、ただ諦めてるだけなのかね、もう15年間もね娘と会ってないというところでね、うん、諦めてるのか脅されてるのか、なんか理由があるのかっていうところなんですけど、はい。あと、まあ、残るは檜山が社長を殺したかどうかだし、あと江越というね人間がいましてですね、この江越ですね、江越がまあ清水の冤罪を晴らすのに必要となってくる人物、証拠を持ってるところでね、はい。で、なんか次回予告で社長を殺したと檜山がねなんか言ってるような次回予告だったんですけど、それって自白なのか、それとも、まあ、嘘でそういうふうに言ってるのかってのも判断できないでしょ、うん。よくドラマってさ、うん、俺が殺したとか言うけど実際殺してないとか、そういうのってあるでしょ。例えば俺が殺したとか言うけど、あの実際殺してなくて、まあ、彼を死なせてしまったのは俺のせいだから俺が殺したようなもんだみたいな言い方で、俺は彼を殺したみたいな、そういうセリフって、まあ、今放送してるドラマでもデスティニーってドラマでもそうなんだけどね、うん、香織を殺したのは俺だってまさき言ったけど実際は殺してないとね、まあ、そういう表現の仕方、あと嘘を言う子もかもしれないし、うん、例えばその檜山と赤峰の、まあ、会話でね、あなたが社長を殺したんですかとか赤峰が言ったらね、まあ殺したよとかこう言うけど実は殺してないみたいな、うん、なんか赤峰がそう思ってるんだったらそう答えてやろうみたいなね、うん。で、まあ最終的には伊達原の悪事を暴く、まあ伊達原だけじゃないですよね、悪い人間ってのはね、うん。だって伊達原がなぜ清水を有罪にしたいのかってことなんだけど、やっぱり清水の、まあ、いる会社とかで、まあ、横領したとかそういうのがいて清水に罪をなすりつけたんだろうから、そういう人間と、まあ、伊達原が、まあ、組んでるというか、どうつながってるのかっていうかね、伊達原と直接つながってるのか、それとも伊達原も誰かからこう指示されるとか、あるいは頼まれるとか、まあそういうので清水を、まあ、有罪にしちゃったっていうのも、まあ、考えられるわけですから、まあ伊達原が真犯人で、殺人犯っていう可能性もまあなくはないんですけれどね、うん。伊達原と、この施工のやり取りなんですけど、あの伊達原、この野村萬斎って人はなんかね、眉とか顔とか動かしたり声変えたりしてね、なんかあのなんか本当にね、こうちょっと芝居がかってますよね、なんかね、うん、芝居がかってるというね、うん。瀬古の失脚がたった1話でね、早かったですね、展開でね、うん。まあそういう風になったということでね、はい。で、次回予告にあの迫田孝也がちらっと出たんですけど、江越なのかなっていう、まだこれは確定しないんですけど、はい。で、江越の居場所を突き止めた檜山、明日事務所でそのお話をみたいな感じになってましたね、電話でね。で、赤峰は真実を知りたいだけで、檜山の処分した服をね、赤峰は檜山が去っていった後、まあ、あのゴミの中から回収したみたいですねそれをね檜山に見せて本当のことを話してくださいって、まあ、迫っ
って檜山にから話聞くのかなっていう感じですよね、はい、だから別に赤嶺は秋澄を裏切ったりはしないってことですね。で篠宮もなぜ秋澄が、ね、清水にこだわるのか知りたいだけっていうことでああやって勝手にまあねファイルをね開いただけで、まあ篠宮は青山からなんか聞かされるのかな、あのあと青山にね、うん、話しかけられたからね。でまあ秋澄はね鞘にね12年前のことを話すとか言ったでしょ、鞘がベッドで寝てたらね、うん、そこで、なぜ清水が有罪になったかっていうそういう過程を、まあ、サヤに話すんだろうね。で俺にも問題原因があるんだ、俺にも問題があるっていうかね、秋澄も、清水をね有罪にしてしまった、まあ、一人と、まあ、伊達原の部下だったと12年前当時ね、それでただ指示に従って動いてて結果的に清水がの冤罪に加担することになったって、そういうことでしょうね。で、まあ、百瀬玲子の死の謎とかね、例えば事故で死んだのか病気で死んだのか殺されたのかとかね、うん、まあ、そういう謎、あとはその百瀬玲子の関係性ね、秋澄との関係性ね、うん、もうまあまあそれがまあ謎だから、謎は百瀬玲子の謎で檜山の謎、檜山は社長を殺したのか殺してないのかということですね。はい、なんか今回でも一気に進みましたね。冤罪事件は解決しちゃったということですね。清水以外は解決しちゃいましたから、はい、でまあ伊達原に迫るってことですよね。ただ伊達原はさ、瀬古がさ私が荒らしますよとか言ってもさ、あなたの言うことなんか誰も信じないんですよみたいにね言ったりとか、瀬古もね伊達原の名前を出したりとかしなかったみたいですけどね、うん、伊達原をどうやって切り崩すかですよね、うん、でも今までの展開的に言うとですね、秋澄が例えば瀬古にね、伊達原の悪事を暴くよう協力してって展開はあると思うんですよね、うん、今回も富田って政治家にね、うん、協力するようにね仕向けたでしょ。だからそうやって今度は瀬古に協力してもらうみたいな展開はこれ十分あると思いますよ。うん。そうやってなんかこう一人一人こうね倒していくっていうかねやっていくっていう感じになるので、うん。まあ全10話か11話ぐらいなのかなこれ。なのでねもう後半戦に入ってますからね。だから次回の第8話で。まあ、清水の冤罪になるまでの過程が明らかになるようですね。清水の取り調べシーンとかでもなんか警察官に怒鳴られてるようななんかそんなシーンもありましたし、はい、でまあ鞘がなぜ対人恐怖症みたいな自分の慣れた人としか喋らないっていうのはそういう謎もね、うん、まあこう例えば鞘が殺人事件の目撃者なのかとかね、うん、要するに清水が殺したことになってる人、その死ぬところをさやが見てしまった可能性もあるでしょ、うん、要するにそれでトラウマになってるのかどうかってことですから、そういうのも次回8話目で結構いろんなことがそういう意味で明らかになるのかなってところですよね。うん、なのでまあこの相関図で言うと、まあ、この桜高也この人だけまだね、はい役名がね出てきてないですからね。あとこのドラマって「VIVANT」の時もそうだったんですけど、こう相関図をやたら人間こう多くしてなんかるけどね、1話目でしか出てないでしょ、例えばタクシードライバーの人とか、だから少ししか出ない人も相関図に入れてあるでしょ。だからなんかこう「VIVANT」と同じやり方手法でこう相関図の人間を多くすることでなんかこのドラマすごいんだぞみたいな、そういう印象をまあ与えようとしてると思うんですよ。うん、多分そういう戦略だと思うんですよ。「VIVANT」だってちょっとしか出ない人も相関図に出てたでしょ。「VIVANT」ってこのドラマ以上に相関図たくさん人いたでしょ、細かくさ。うん、まあ、そういう
まあ、やり方ですよね、これね。うん、まあ、こう事件ノートみたいなこう分けてありますけどね。事件ノート、これクリックするとこうやって、まあ、ウィンドウを開くみたいなこう感じになってるんだけど、これも更新されてて、これも更新されててね、松永の傷害事件ってこれクリックするとほらね、無罪になったってほら更新されてるんですよ。第2審で無罪にと。であと個人情報流出事件、これもほらね、無罪って書いてあるでしょ、控訴審で無罪にと。こういうふうにちゃんと更新されてるんですね、これドラマ放送終了後にね。うん、事件ノートね、まあこれ6つありますけどね。はい、まあ糸井一家殺人事件ってこれね、これはまだね解決してないですからね。うん、なのでまあこのようにね、はい、まあ糸井一家殺人事件は糸井と清水っていうのが、まあ例えばこう仲良かったとか家族ぐるみの付き合いがあったとかならば、さやも糸井家にこういて糸井さんたちが死ぬのを見てしまってトラウマになってるって可能性は大いにあると思うんですよね。でその横領したっていうのも冤罪で、その糸井一家もまあ罪をなすりつけられて殺害された可能性が高いんじゃないのかってことですよね。で誰が真犯人なのかっていうことなんですけど、ここが難しくて、例えば檜山が社長をまあ殺したとしたらですよ、その社長がまあ関与してるんじゃないのかとかね、この羽根木社長が糸井さんを殺した犯人で、檜山がなんか敵を撃ったみたいな、そういう考察も出たけど、まあ、ちょっとそれは違うかなとは思うんですけど、うん、まあ社長を殺したとしたら、まあ、奥さんか、従業員の佐藤亮の可能性が高いとは思ってるんですけど、うん、そうですね、どうつながるかですよね、そこが。糸井一家の事件が、まあ、あって、そことどうつなげるかですよね。これがね非常にね、まあ難しいですよね。うん、であと、あの檜山の会社なんですけれども、まあ羽根木社長ね、檜山の会社ってまあ仕事で薬品を扱うでしょ。で、まあ、糸井一家が殺されたのはなんか硫酸なんとかだったでしょ。うん、それをまあそういう加工とかでそういう毒物を使ったりするんですよね。でその毒物がね、あったんじゃないのかってことですよね。うん、この会社はその毒物で糸井さんたちは殺されたんじゃないのかってこうなってるわけですね。羽根木製鋼で使う毒物ね。うん、糸井さんたちが殺された毒物はその羽根木製鋼の毒物なんじゃないのかって可能性ね、そこでつながるのかっていうことなんですよね。うん、なので例えばその羽根木社長が糸井さんたちを殺したとか、そうでなく毒物が流れたと、羽根木製鋼の毒物で糸井さんたちが殺されたと。で場合によって羽根木社長が毒物をまあ売ったとかね、まあそういう感じで事件にまあ関与してると。例えばその毒物を真犯人に羽根木社長がまあ渡すというか売り渡すとかでお金をもらったみたいなね、そういう意味で関与して、だから羽根木製鋼の社長が殺されたのも糸井一家の事件に絡んでるから殺されたのかもしれないということですよね。従業員の佐藤亮が殺したんだったら、佐藤亮がやっぱり糸井一家に関係してて恨みを晴らしたのかとかね、そうやって話が広がるということですよね。うん、まあ奥さんが社長を殺した可能性もまあなくはないですよね。なんか社長ってのは実は子供とか奥さんに暴力振るってたとか、そういうのがあって殺したとかね、夫婦仲がうまくいってなかったとか、そういう可能性もまああるかもしれないですよね。でもだいぶこう問題が解決しましたね、松永さんね。1話目から出た松永
たんですけどね、まあ無罪になりましたからね、これは良かったですね。はい、という感じですかね。はい、ということでですね、アンチヒーロー第7話見終わったんですけど、まあ、あの檜山の勤めていたね会社はですね、まあそういう、まあ、薬品ですね、その薬品が、まあ、仕事でね使う薬品、例えば生産カリとかもね、そういう会社によっては使ったりするんでしょ、製造に。生産カリってもともとその人を殺すためにのに作られたものっていうかではないですからね、うん、人を殺すのにも使ったりする人もいるけども、本来目的違いますからね、うん、まあ、そういうような感じなのかなっていうのも考えるべきなのかなと。はい、ということでアンチヒーロー第7話の、まあ、考察感想レビュー終わります。何かご意見考察ご意見ありましたらコメント欄でコメントをいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。